マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはやばい最近太ってきたなんてことありませんか？早く溜め込んだ脂肪をリセットして元に戻したいって思いませんか？そこでこの動画では脂肪を燃やしてリセットする方法がわかるんです。もしあなたが早く溜め込んだ脂肪をリセットして痩せたいとお考えであればぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、脂肪をリセット痩せ体質になる簡単レシピご紹介していきます。お話の内容はこちらです。1つ目、痩せ体質になるには。2つ目、痩せ体質になる簡単レシピ。この順番でお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。痩せ体質になるためにはポイントが3つあります。1つ目、腸内環境が整っていること。2つ目、血糖値をコントロールすることができること。そして3つ目、基礎代謝をキープできることなんですね。1つずつ見ていきましょう。では1つ目の項目のこちら、腸内環境が整っていることはどういう状態かと言いますと、簡単にお伝えすると、あなたの腸内に住み着いている善玉菌、別名痩せ菌と呼ばれるそういったいい菌を、まずは種類を増やして元気にして、いつまでもあなたの腸内で住み着いてくれる、こういったね環境を作ることが痩せるためには大前提になるわけですよね。もちろんそのことで健康体にもなれるわけです。この逆ですね、デブ菌と呼ばれる悪玉菌が多く住み着いてしまっている方というのは、いくら頑張ってね、いろんなこと、例えば運動であったりとか睡眠とか食事もそうですけれども、この悪玉菌が喜ぶようなお食事や他の生活習慣をお持ちの方っていうのは、もうどんなに頑張ってもね、なかなか根本的にも痩せ体質ではないので、一時的にねちょっと落ちたなと思ってもすぐにリバウンドの繰り返しということで負のスパラルへとね入ってしまうからなんですよね。ですから今回お伝えするレシピはこの腸内環境が整う材料を使っています。2つ目、血糖値をコントロールできるかどうか、ここも大事なんですよ。同じように食べていてもですね、血糖値が急上昇してしまうものを食べてしまいますと太ります。血糖値が太るか太りにくいかのこのねコントロールをしているところなんですよね。ですから血糖値が急上昇するのを抑えてくれる効果があるものを一緒に食べることが太らないポイントになってくるわけです。3つ目、基礎代謝をキープできていますかということですよね。誰でもそうですよね。年を取ると重ねていくたんびにですね、基礎代謝がどんどん落ちるわけです。ですから数年前と同じような運動量とか食事量だと太るのは当たり前っていう、このね厳しい現実ですよありますよね。でも誰もそうなんですが、ただそのまま放っておいては太る一方ですよね。そこで何をしたらよいのかというと、この基礎代謝を上げるためには実はね食べる必要があるんですよ。でね、じゃあ一体何を食べれば基礎代謝がキープできるのか、イコール筋肉量ね維持することができるのかということで、特に私たち女性は良質のタンパク質、これがとってもね大事になってきますが、このタンパク質もですね、取り方とか種類によってはやはり太ってしまいますから、そこもねポイントになってくるわけです。そこでおすすめのレシピなんですけれども、そのレシピを作るためのその材料が先ほどの痩せるポイント3つをクリアしているものなんですよね。でベースは発酵食品であるヨーグルトをね今回使っていきたいと思うんですが、ヨーグルトプラスですねあるものを足すだけで先ほどのダイエット効果をね倍増させることができるんですね。それが何かというとこちらです。おからパウダーをね使うんですよ。でこれ注意なんですけども、もちろんあの遺伝子組み換えではない良い大豆を使ったおからパウダーが一番おすすめなんですね。で結局こういった、おからパウダーに限らず、大豆製品になるんですけども、まずは大豆製品を摂ることで腸内環境が整って、イソフラボンが取れて、そして食物繊維やタンパク質、オリゴ糖とかね、こういった栄養素がこういっぱいね
取れてしまうわけですよね。そうすることで先ほど痩せる効果を全部クリアできるわけです。しかも、血糖値の急上昇も抑えてくれますし、食物繊維が豊富ですからね。そしてコレステロール値もね、なんと下げてくれるというこういった効果があるのが、大豆製品で、今回選んだのはこのおからパウダーになるんですよね。でこのおからパウダーなんですけれども、このおからパウダーとヨーグルトをですね、合わせて食べることで何が良いかというと、この短鎖脂肪酸をね、作り出すことができるんですね。これは食物繊維を食べると、そのお腹の中で発酵する際に作られるものなんですが、これがあるおかげでどんどん、ね、脂肪細胞がいつまでもこう居続けてね、栄養素をもうまだまだ取ってやるっていう、そういった状態をね、カットすることができるんですよね。脂肪が、その脂肪細胞が栄養をね、どんどんこれでもか取り込んでね、居座り続けるっていうのをね、取り込むのやめてくれる効果があるんですよね。そしてプラス取り込まないし、しかも溜め込んだ脂肪も燃やしてくれる効果があるんですね。これを作るために、そのヨーグルトとそのおからパウダーを一緒に取ることで作りやすくすることができるんです。ではここからお話の内容、2つ目の項目です。痩せ体質になるための簡単レシピ、ご紹介していきたいと思います。まず材料こちらです。おからヨーグルトを作っていきましょう。材料1人分です。無糖のプレーンヨーグルトを大さじ8に対して、先ほどのこういったおからパウダーを大さじ2杯入れて、よく混ぜて召し上がってください。でその痩せる食べ方ですね、さらにポイントがありますよ。まずは朝昼晩いつ食べたらよいのということなんですけれども、おすすめは朝に食べてください。このおからヨーグルトを朝召し上がっていただくことで、一日の食欲もコントロールしやすいですよね。お腹を空きにくくさせることができます。でまた朝から血糖値の急上昇をギュッと抑えてくれますし、腹持ちがとにかくね、このおからパウダーとってもいいんですね。お腹の中でこれ膨れてくれるわけです。なので一日の食欲をコントロールできますし、血糖値の急上昇コントロールもできて、またお腹すっきりデトックスっていう、このね3拍子揃ってますから、ぜひヨーグルトね、おからヨーグルトは朝食べましょう。そしてポイント、冷やしすぎないです。キンキンに冷えたヨーグルトをね、いきなり朝食べてしまいますと腸が冷えます。ですから私もそうするんですが、ちょっとしばらくね、常温に戻るまで器によそって置いておくんですよね。もしくはもう時間がね間に合わないっていう時は、軽くね電子レンジで菌がね死滅しない程度の温度でちょっと軽くチンして食べることもあります。なのでポイントはキンキンにね冷えて、例えばフローズンヨーグルトとかね、そういったこう固めて冷やさないとか、ずっと冷えたままのヨーグルトをいきなり食べないということですね。そしてポイント、最後、2ヶ月ほど続けて取り組みましょうです。このおからヨーグルトを1日2日食べただけでね、一気に体重が減る、そんなことはねないです。やはり体質改善も含めてデトックスですから、毎日毎日朝にこのおからヨーグルトを最低2ヶ月ぐらいは美味しく召し上がっていただきたいんですね。でさすがにね、いや先生そんな飽きる2ヶ月もって、その気持ちね分かります。その時は適量のフルーツですね、フルーツも果糖が多く含まれていますか、太っちゃうので、適量のフルーツを入れていただいてもいいですし、ナッツ、素焼きのナッツを入れてみたりとか、ちょっとね蜂蜜を足してみるとか、そういった工夫していただいて構いませんので、まずは最低2ヶ月楽しく美味しく食べながら続けてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のお話ポイントは、まずは短鎖脂肪酸を作り出す材料を掛け合わせるでしたね。発酵しているヨーグルトと大豆製品の代表おからパウダーを組み合わせることで、こんなにもダイエット効果がアップするんですよということでした。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。